昨日ベーシアで売ってた国産鶏一口ハンバーグ、これは初めてだ、なんか手ごねハンバーグみたいな感じ、うん、を照り焼きチーズね、これを挟んでサンドイッチしていていきたいと思います。あとはバナナナッツホイップサンドですね、マヨネーズのせた、あとバジルドレッシングがけの千切りキャベツ、バジルドレッシングがけのキャベツ、なんかバジル香るけど、バジルの色って緑だけど緑じゃないんだよ。あれ本当にキヨちゃんバジルって言っちゃったよ。でもちょっと一舐めっていうか、ちょっと食べたらバジルの味がした。びっくり。国産鶏一口バーグ、面白い。つくねみたいになってる。コモタンが面白くなってる。国産鶏一口バーグを乗せてみました。なんか面白いよね。国産鶏一口バーグサンド完成。朝作った国産鶏ハンバーグを食べたいと思います。サンドね。うん。なんかつくねみたいな。うん、甘辛くて美味しいです、うん、黒トンメモンがあったので黒トンメモンも挟んでいきたいと思います。バナナのせた、あとホイップ、くるみ2つとアーモンド2つとカシューナッツ2つ入れた、うん、これで完成。黒トンメモン、バナナホイップナッツサンド完成。黒棒ナッツバナナホイップサンド食べてみたいと思います。見た目ハンバーグだよね。黒とメモン遊びました。うん、食べづらい。面白い食感。うん、黒豆麺もサクサク、ナッツがガリ、うん、面白い味。まあちゃんお手製の照り焼き鶏ハンバーグサンドイッチ、パンがちょっと甘いのかな、なんか甘さを感じるね。なんだろう、これうまいですよ。なんか鶏のハンバーグが作るみたいな感じ、うん、うまい。